似合うありがとう。神とか熊さんとかハートとかもありがとうございます。嬉しい。ブルーカラコン似合うはなんかもわかんない。似合うかな。あ、昨日いるっていうか、ななちゃんってエミリーさん推しのか、違うかな、リナさん推しの方がわかんない。カメラたくさん置いたんだよね。ありがとう、たくさん。ね、雪がね、すごいね。つけてください。寒いね。あとめっちゃ寒くてさ、久しぶりにさ指がさ動かなくなりそう。なえちゃんと、あだ、やっぱり仲良さそうに喋ってたから、あ連番かなと思った。クリノさん、そんなことしていいな、べーやんね、思った。今ピュコって通知来た、クリーナーさんが始まったって。彼の昨日ショートのこと、あ、わかる。え、いつも来てくれるからね、公園いるよね、かちゃん博誕生会の人ね昨日たくさん目あった。松葉じゃないよ、松江区でもないよ、普通に自末です。あ、溶けた。雪降ってる。雷？すごいね、雷落とされないように。みなさん、カレンは雷は怖くないですアイドルっぽくないけど、雷は怖くないけど、深海、深い海は怖い。カレンでは友達のリズちゃんがなんか何え、俺と目合ってない。え、ねえ、彼めっちゃ目合わせたけど、翔太と。え、めっちゃ合わせたよ彼は。なんこれ、鬼リピ、ありがとうございます。目、目や見たよ、26、嬉しいそしたら翔太から今日って言われてたねやった。ねねねと最新エピ、えねねねは昨日はお眉の話とかして写真も普通に撮ったけど、まともな写真は撮れてないですやっぱね、お揃いの髪型をねしようってはなってるけど、次の公演ではしないですね。ねねねと、まくりだしさん、バラありがとうございます。むっちゃん、キラキラリありがとう。私も20、あ、そうなの、一緒じゃないか一緒あれ仕事多くてないと、え、本当？めっちゃどっちも行くくない、そんなことはない後ろのぬいぐるみはバンジュースタキだよ。ルコゴさんありがとう。コンタクトは土入りじゃないです、だから本当はつけなくてもいいんだけど、つけた方が可愛いからつけちゃうの
です。目がいいんです。ゆうちゃんとカレンレスの間は殴り合いや、カレンに会いたいっていつも言ってくれるからね、嬉しい。クラミちゃんの一番くじ、あ、コンビニのは引いて、なんかラスト賞みたいなの持ってます。リドちゃん元気出してね。リドさんどうかしたの？あれ、リドさんにねちょっと聞きたいことあるんだよ。え、待って、山田ちゃん、山田ちゃん、タワー、タワー、雲タワー、あれ熊タワー？熊タワーだ。ありがとう。あ、やべ。ありがとう、熊タワー。ここら辺？熊さんがここら辺にいますね。熊タワー、ありがとう。山田ちゃん、いつも公園見に来てくれてありがとう。そう、昨日は青色のお乳をさせていただきました。黄色は2回目こず、青色が来ましたね。どうでしたか？楽しかったですか？でも黄色ってね、移動範囲がとても多いんですよ。だから青色は少ないけど、ちょっとなんだっけ、なんだっけ、難しかったところがあった気がする。あ、どっちどっちだっけ、右行くっけ、次左行くっけってなる。ね、次ピンクもね、してみたいです。ピンク大好きだからね。彼のね、目の前、違う、身の周りはピンクだらけです。次は26日だけど、みんな来るかな、来てくれる人もいるから嬉しいな。26はうーん、来た方がいいかな。まあユニットはね、したことあるやつではあるけど、ユニットはね。山山さん、ラブありがとう。それ以外のパンチ作業グッズはなんだっけ、硬いキーホルダーと普通の、ね、キーホルダーとか、こんぐらいのキーホルダーと、キーホルダーっていうのかな、ぐらいか。あ、あとなんかポーチで、巾着はちょっともらう、もらう、なんかいとこのママにもらう約束をしてたんですけど、まだもらってない。巾着がかわいいのよ、パンチョさん。で、この前あのお店屋さん行って、おぱんちゅうさぎの巾着があったから買おうと思ったけど、高くてやめた。ありがとう、もちろん。あ、本当？嬉しい。オンラインやります、2月なんだかに。ゆうちゃん仕事、あ、そうなの。あのね、100M いつ取ってくれるのか、かなり特別なことでしょう、100M って。だからさ、なんかしてほしい髪型とかあるかなって。ピンクは生誕祭とかしかしないかな、できないかな。みんながね、 100M とかしてほしい髪型をしたいなって思うから、 100M をもし撮ってくれる場合は、あの、どの髪型をしてほしいって言ってく
収録、会社の人と行く、初劇じゃん、すごい。アイドル推しの人、嬉しい、ありがとう。前だといいな。でも翔太昨日前だったからな。後ろの可能性あるな。2月は目撃者あるかな。あーどうだろう。あーあるけど彼は出ないかもね。青春 100% メロディーさん、ケーキありがとう。26、27ありがとう、行くの両方、嬉しい、楽しみ。目撃者みたい。そう、本当はね、明日もしかしたら出るって言われん、急遽出るかもだったんですよ。もう出なくなったけどね。さっき言われてて急いで準備してたけど、やっぱり大丈夫。ちょっと楽しみだったから悲しいけど、でも先輩が体調いい、悪くないなら、それは良かったけど。まあ、しぼじだったし。まあまあ。リリとナナリのリリ、リリとナナのリリね。わかるわかる。リリちゃん。あ、さっきナナちゃんだ。うれしい。ド M の方ね、リリちゃんは。オッケーね。 200MVP をね作ってほしいよね。それはそう。2月4日どっちものぞこりやすかな。どっちも本当に嬉しい。みんな撮ってください。もう終わってる、もしかして。白熊さんラブありがとう。小路山本さんバラありがとう。リー、あ違う、中さんハートありがとうございます。なんかそれと近い、14って言ったけど変わるかも。あ、 14? あ、言ってたんかもね。2月変わるかも。ここへバレンタインだね。2月14、かわいいよねバレンタイン。レレレさんキラキラありがとう。今日メダルしかも、おめでとう、すごい。ヒロネの生誕祭から見てたかった。やっぱりポニーテールが、なんかさ、みんなの中では何が好きなのかな。彼はポニーテールが一番多いと思ってたら、なんか全編み、全編みが好評だった気がする。なんか最近聞いた。とか、2回目のパチャドラかな。1回目の今年初のパチャドラでした。ハーフアップ、高いハーフアップとか人気だった。友達、カリちゃんに会える可能性があるのはやっぱりパチャドラかな。そっかそっか、確かにね。イブちゃんとね出たいね、パチャドラもね。みんな写真、あ、山山さんありがとう。誕生日おめでとう、嬉しい。ありがとう、誕生日の日に来てくれて嬉しかった。一瞬で終わるね。初めてだよ、初めて、嬉しい。初めてね、なんかお隣に座りました、 100MVP 撮影で。でもそろそろ 100M なんで、隣にはリチャから、えっ、ほんとに嬉しい。リチャキがサインとか書くのか。ね、1年撮りました。いいね、ぜめっちゃいったね、すごい。 100MVP はもう使ってしまったから、 200M カレンモ、カレンモカレンモは違う。なんか前髪がおかしい。むっちゃんありがとう、タコタコ。え、06一緒なんだ。なんかさ、めっちゃ上のあれかと思った。めっちゃ大学生とか
高3とか系かと思った。彼同い年やけんいっぱいあるの。え、お話しよう。じゃあオンライン司会来てください。メドイン公演ね、楽しみ。これ T シャツ書いたことないよ。うん、だから書き方知らない。あー、200までになると管理しきれないんだ。でもさ、一瞬使った人とかいるよね、絶対一瞬で撮った人とかね。サイドポニーね、可愛いよね。サイドポニーもね、好きでした。彼も今度はサイドポニーの巻き巻きとかしたいね。あ、リリカちゃんお友達、すごい。なんかさ、世界は狭いからさ、たくさん知り合いがいてすごいなってなります。彼は全然知り合いないです。ビーバーさん、クマありがとう。おお、すまじ、やよパイセンだって。ベヤンだって。ベヤン、ベヤン。やよパイセンもける。100円とは無縁な衛生民。あと10年はかかりそう。そんなにはかからないよ。ちょっと今。たけさん、あとありがとう。誕生日の覚え方？カレンの？カレンは誕生日なんか覚えやすい数字がないけど、なんかうちここの5の2乗とか覚えやすいじゃないですか。あと日の年の123とか、うん、あと誰かな、4624の国派の4月24で、その前日がリサキの誕生日とか。うーん、でもカレンは123やったらまだよかったけど124なんだよね。123はピピアンさんだから。12月4日です。リカ、リナちゃんが優しくしてもらえないからカレン優しくします。カレンはどうかな。とりあえずリツちゃんにカレン優しいって送ります。すぐ落ち込めよ、のりさん。カレンもすぐ落ち込めよ。みんなのポストとかで一喜一憂するよ。それこそもありがとう。あ、こちらこそちゃんさん、キラキラありがとう。あ、あともうすぐか、30分しかできないからね。ありがとう。これじゃあ私のこと覚え、あ、しちゃんってエミリーさんの、エミリーさんのファンの方ですか。あの2年連続、2年連続当たったって。しちゃんさんじゃなくてしちゃんって呼んでってこと？違うかな。違うかな、分かんない。さん、ありがとう。これ紫に見える？なんでだろう？ん？あのしちゃんさん？あのしちゃんね。かわいかった。もうすぐ終わらなきゃいけない。短くてごめんね。
日は何もない、明日では何もない、しあさっては怖い。明日会社、え、これも新年会とか行きたいな、みんな誘ってください。この前バチュラペンライトがされて紫が点灯しなかったの、ごめんね。ピンクだったらピンクの紫だから、紫が点灯しなかったらピンクでも全然嬉しいです。ありがとう、嬉しい。明日もね、そうそう雪降ると思うから、みんな気をつけて寝てね。じゃあランキング見まーす。13位ディアズさん、ありがとうございます。12位ショート、ありがとう。11位クチンさん、ありがとうございます。10位フランさん、ありがとうございます。9位青春ヘッパーメロンジュースさん、ありがとうございます。8位白熊さん、ありがとうございます。7位コジ山本さん、ありがとうございます。6位むいちゃん、ありがとう。5位、え、違う、6位バラ86さん、ありがとうございます、ごめんね。5位むーちゃん、ありがとう。4位チェーさん、ありがとうございます。3位やまやまさん、ありがとうございます。2位カレニーなたんことある詩人になりたくてさん、ありがとうございます。1位はやまなちゃん、ありがとう、ありがとうありがとう、嬉しい。1位初めてっていうか、ショールームであんまり見ないやまなちゃん、ありがとう、リッチこれおはようつ、え、本当嬉しい。おはよう毎日してるので、みんなもおはようしてね、カレンにおはようツイートにおはようしてね。じゃまだか、スクショタイム、このこの髪の毛おかしい。最高だったって毎日昼から、昼頃いいね、遅いけど遅ようだね。やよちゃん気づいてるよ、真似してるのいつもじゃあ今度こそおやすみなさい、バイバイ、おやすみおやすみ、バイバイ。彼もちょっと眠たいかも、寒いからヒートテック5枚重ねして寝てください。おやすみー、ミミ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 ミゼミ、おやすみなー、また会いに来ない、ありがとう、みんなも会いに来てねー、バイバーイ。シュ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 お疲れんれん、ブン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 、ハート、みんなとハート、ハートハート、こうすればいいねバイバイ。